から橋本秀夫、浮き球のパス、エステバン、いいところにいますね。得意ポポはシュートを狙う。素晴らしいシュートが決まりました。ポポ、ここはポポのシュートレンジでした。髪型を変えてきましたポポ。そのポポのこのミドルシュート、まあ、札幌回ってくることはないと思いますけどね、はい、まだ前半ですし。こう前でボールを奪ったポポ。ポポミドルレンジだ。どうする。厳しくいきますが上里をかわしてシュートを打つ。響きの背中に当たりました。投入される予定です、はい、ボランチのプレイヤーを変えるようです。ポポポポシュートを打った。反応しました武田。さあ今日はピッチに柿本さんを迎えてです。ただ神戸も取られた後もすぐに取り返すというゲーム、これまでもありましたけれども、松本ここ集中力高めていきたいところ。シュート、いいよ。さすが、ここで決めてきましたポポ。すぐに追いつきます。で濡れてるんでね、ファーストバウンドが伸びたところあると思いますけど、これ逆にディフェンダーでこうちょっとゴールキーパーが見えなかったのかな。シーライちょっと切っています。1対1の同点。さあ田代、ここも3人で潰していきます。マジーニョから広げてポポ、ポポキャノンシュート、スーパーシュート。ポポの右足、これは普通は入るところじゃないと思いますし、シュートを考えるところではなかなかないんですけど、キッカーはマジーニョです。イグアンソン、その上シュート、岩波、もう一度シュート、ポポ一番遠いところにいたポポがゴールに突き刺しました。これで5対0ルスで守れてるんですよ ね、 そうですね。しかしセットプレー一つ一つが大きなチャンスになります。キュアだ、いやこれも反応した、これも反応、秋元ポポには手応えがあったはず。素晴らしいシュート、2回転です、ね。バンダイ、パスを出して中島、ポポポポ中に入ってくる、シュート放つ、出ましたポポキャノン。出ていくっていうことが重要だと思いますね。スモセから鶴巻ヒールで、ここはコミュニケーションが取れなかった。こういう取られ方はカウンターを食らいやすいですからね。さあそして田中からポーポー、右のスペースに開いてきた、戻して田中、まあ、マジーニョうまく時間作りましたね。再びポーポー、クスノセをかわします。マジーニョ戻してエステバン、ああいいポー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 、小川背中に当たりました。エステバン、このボールをキープする。大谷からスルーが出て、折り返してチャンスになる。いや打たない打たない田代で、3試合続けて途中からピッチに立ちますが、有田今日はかなり入念な指示を受けてピッチに入った。その有田がバイタルから引き出してくる。最後はポポの左足のフィニッシュでしたが、その様子を見てかなり力をもらったという話しましたね、はい、あここはチャンスになるか。マジーニョポポがいる、ポポシュート、やっと決めました。ポポが決めました。そんなサポーターの後押しを受けての J2 の戦い、このターンしてからが早かったですよね、はい、ているんですが、ピッチレベルからのリポート、浅野さんはほとんど風は感じませんという話でした。さあバイタルで田代が浮
ける、そして杉浦、ポポ右に開く、ポポ使う、シュート力ありますよ、ポポはコースを作る、うわー、先制ヴィッセルですね。あとやはりポポはね、決定力がありますね。シーズン5ゴール目、4試合ぶりの得点になりました、ポポ。山本掴んでいます。南さん、神戸の方交代があります。ミッドフィルダー6番エステバン選手が準備をしています、はい、橋本選手と交代のようです。エステバンも久々の実戦復帰ということになっていきそうです。さあ、ポポからのボール、ヘディング、小川のヘディング、少し連動してきますよね、守備がね、連動してのプレッシャー、そしてボールを奪います、岩波からの右サイドへ、そしてポポのクロスが入る、田代クロスだ、小川詰められるか、詰めた詰めた詰めた、小川が決めました。ドリブルで長い距離を走ります、マジーニョ、パスを出す、ポポ、ファールはない、横に入れる、ゴール前、小川で落とす、ポポがいますが、ポポが抜け出すか、奥井、ポポ、中には田代がいる、田代残っている、田代のヘディングシュート、右で手を上げているのはポポ、そのポポに渡る、抜いていく奥井だが、ポポがシュートを放つ、そして田代の足元、奪ったマジーニョ、取られ方が危ないですよこれ、神戸チャンス、シュート、そのあたりにチームの方向性として徹底をするということですよね、宮坂、ここを体をぶつけてゴールを奪いました、ポポ、パスを出せ、マジーニョ、シュート、あ、いい切り替えですね。さあ、そして今度は白井もよく見てましたね、今ね、長いボールを使って白井からチャンス、ここがポポのすごいところ、すぐに戻ってすぐに奪う、で大きな力を発揮しました、イーグアンソン、2対0になりました。前半で2点取りました神戸です。いや、立ち上がりからちょっと狂った広、まあ失い方が悪いとすぐに合い形になります、 そうですね、ここも奪われた。さあ、逆に今度は愛媛のカウンター、三原、さあ川原は一旦落として村田、遅らされてしまうんですよね、どうしても最後は石井がフリーでした。しっかり奪って今度は逆襲、小川か、寺西さん、林さん、ゴールを決めました田代選手、今日一番大切な連休の山場なんだと、サポーターも負けたくない相手、はい、そんなサポーターの力も借りてホームで何としても勝ちたいと、そのサポーターが迎えるゴール、すごくいいサポートも、かなりマジーニはこの激しいプレスに手を焼いています。ここ関田と、ここここまだボールをキープ、中で待っていてシュートが先制ゴール、しかしここは落ち着いていきました、ヴィッセル同点に追いつきます。まずは今の PK、ちょっとね、どういったファウルかよくわからない状況で、まあ、イエローカードまで出てる、大谷とポポとマジーニョ何か話をしていました。その大谷はボールの前から外れます。ちょっと風の影響でどう変化するかっていう、そういう怖さもありますね。壁の上から左のポスト、ウェイトつなげてきたホーリーホックでした、このポポのフリーキック、いや、風を利用してすごいの蹴ってきましたね。191cm 笠原をしてもポストの内側だったら、狙っていた、素晴らしいフリーキックだ、神戸先制、ちょっと持ってますよね、マルシオではなくこのポポが先に直接フリーキックを決めました。一番取りづらいんですよね、あの手前でバウンドするボール、大きい離れますね、ポポと石率、先ほどはポポが蹴ってきました、直接狙って壁に当たったんですが、もう一度蹴るんじゃないですか、はい、
が行った低いところ